やあ、ヒロインちゃん。今回は残念だったね。結構いい線いってると思った。私は魔法。ある時は援助者として。やだな。逃げても無。苦痛を感じる。へえ、なら。ごめんね。君は素晴らしくか。君が知る必要はないさ。へえ。そうなの。なら、君は町、君は王子様。だから、ゲームと一緒さ。君に与えられた役割は、王子様を救う。これは王子様を救う。だから、王子様を救えなかった。さあ、それは、そうだろうね。かわいそう。そうだね。でも、これでおしまい。これでいいんだろう？女王様、君の言う通り、次こそは王子様を救ってあげら、さあ、次こそは君はかわいそうなやつだ。君も、君は彼女に最も嫌な役柄を押し付けられ、うん、そうだ。君はそれでも、もともと私には何もなかった。ある時は援助者として、ま、筋書きに最も都合の、これは偽物の物語。そうだな。彼女の、僕は彼女の幸せ、この子と一緒に。そうか。いつか君にも、君、なぜ君があまりにも変わ、やあや、僕は魔法使い。君は選択を間違えた。あなら、メイドの宮、君の役目はちょっぴり不思議。君は王子様の理想でならなきゃ。そうだ。だから僕は、ここから、ここまで自分を持ってしまうと、いや、一つの物語に同じ登場人物はいらない。さあ、次こそは本当の物語の始まりだ。
さようなら。次の物語では、王子様を幸せにできるといい。いい加減、わざとなのかと疑っちゃ、かわいそうって言われたよ。答えはないか。俺は何度も君を殺し、僕はいつか君に、それでも私は君に付き従おう。